ってくれれば勝てるかも。うん、私頑張る。それじゃあ次の曲いくよ。なるほど、考えたわね。こっちを消耗させる作戦だわ。一回ドカーンとやっちゃうのは。あなたはバカなの。一般人を巻き込むわけにはいかないわ。めんどくさーい。そういう問題じゃない。でもこのままじゃ動けないわね。どうする？そうね、無理やり突入はできそうだけど、道を塞いでいるファンが危険だわ。なら私が彼らを抑えます。任せていただけますか？ベール、本当にいいの？愛を盲目的に信じていたのは私だけですから、その席は私が引き受けるべき。そうですわよね？わかったわ、頼むわね、ベール。それじゃあ総員突入よ。愛にお灸を据えてやりましょう。ええ、あの子のやったことが本当なら一度反省が必要だと思います。さあ、アイ、どういう手品か知らねえが、自分のファンに変えたルビーのやつらを返してもらうぞ。来ちゃったんですね。ならやるしかありませんね。了解、やれるだけやってみるわ。みんなも気をつけて。もちろんそんなヘマしないわ。あと長時間の戦闘はまずいわね。さっさと終わらせましょう。おう、私は自分の身内を悲しませる奴を絶対許さねえ。ああ、アイ、あんたの罪を数え上がれ。歌うことが罪なんてことありません。領地を増やすのもルールのうちだし、私は何も悪いことしてないもん。それが人を踏みにじっていい理由にはならねえんだよ。それでも叶えたい願いがあるんです。なるべく気づかれずに。私はもう訓練なんて必要ない。
やるじゃない。やめなさいよ。全然効かないわ。やるぞ。すぐに向かうわ。絆の力で一気に行きましょう。いくら来たって一度だって勝たせてあげないわ。私ってば強すぎるわね。私の負けですね。世の中にはな、やっていいことと悪いことがあんだよ。わかるか。あ、ごめんなさいごめんなさい、負けさせたんですよ。キャラ崩壊が激しいわね。さっきまでのはどうしたのかしら。さっきまではちょっと前のノワールみたいな感じだったのにね。私ってあんな感じだった？そうだよ、シェアが多いからってすっごく嫌味な感じだったね。それは間違いありませんわね。そうね、間違いないわ。私自身はそんなつもりなかったんだけど、やっぱりそういう風に見えるものなのよね。それより愛、どうしてこんなことを。そうですわ、こんなことをする子ではなかったはずですから。実は占い師さんに聞いたんです、私がこれからどうすればいいか。占い師ね、どうもうさんくさいわ。それで聞いたようにやったら的中。いつもよりファンも熱狂的だし、自分でも少しおかしいなって思ってたんです。それってどんな格好をしていたかわかる？確かフードをかぶってて大和な雰囲気で、でもたまにちょっと怖いような感じがしたかも。みんなに話したエノーかもしれない。彼女一体何をしようとしてるの？気な臭くなってきたわね。この現象の裏でもっと大きな何かが動いているのかも。愛よ、武将たちを利用するなんて許せませんわ。そうだね、ほっとけないよ。とりあえずまた情報を集めなきゃだね。そうね、次のところに行きましょう。でもその前に愛、私に何か。もう怒ったことは仕方ありませんけど、やるべきことがありますわ。私も一緒ですからね。モルーちゃん、プーナちゃん、いい？なんだよ。モルーちゃん、プーナちゃん、それとブラちゃん、ごめんなさい。私はついで。
細かいこと突っ込まないの。私調子に乗りすぎてみんなに悪いことしちゃった。許してとは言わないけどごめんなさい、本当にごめんなさい。別にいいよ、今はそんなに怒ってないし愛の気持ちもわかるし。いいの本当の本当に、これから一緒に戦うんですよ。それは忘れて心機一転頑張りましょう。モルーちゃん、プーナちゃん、二人ともありがとう。あい、よかったですわね。雨降って地固まるね。何言ってるのよ。でも丸く収まってよかったわね。ですわね。っていうかさ、私の出番が少なすぎる気がするんだけど。何言ってるの、使用でしょ。逆、まさに主役の余裕。くぅ、私だって活躍してやるんだから。さて、せっかくだしあなたにはこれに出てもらうことにするわ。これと言いますと？ラステーション主催ドキドキ水着運動会よ。私出場するんですか？あなたアイドルでしょ、こういう企画はお手の物じゃない。私は清純派で売ってまして。大丈夫、安心して。あなたが清純派って思ってる人多分いないわ。すごい笑顔で言われた。というか何気にすごく残酷なんですけど、アイドルイコール視聴率でしょ。水着は格好の機会じゃない。それってしかしテレビ局に限るってやつですよね。うん、もういつまでもごちゃごちゃ言ってない。いろんな人に迷惑をかけたんだからちょっとは人のために働きなさい。はい、元から拒否権はなかったんですね。ええ、だって言ったわよ、出てもらうって。そうですけど、そうなんですけど、ひどいです。何言ってるのよ、ラステーションもまた大きくなってきたし、あなたの知名度を上げるにはもってこいよ。なるほど、そうです、そうですよね。よし、私頑張ります。よろしい、それじゃあ早速会場に向かいましょう。おお、有名になるぞ。有名じゃない自覚があるのがかわいそうね。何か言いました？なんでもないわ。それなら行ってちゃっちゃと視聴率稼いじゃいましょう。消しかけたのは私だけど、これで本当に良かったのかしら。はい、なんでもないの、気にしないで。変なのあるちゃん。さあ、ドキドキ水着運動会も最終競技の水上騎馬戦が始まっております。ほらほら、どんどん行きますよ。一生懸命全力全開です。よし、あとちょっとですね。残るは…って、あら、うまいことやってるみたいね。ノワールちゃん、ということはもしかして。そう、私が最後の牙よ。なるほど、1対1のリベンジマッチってことですね。そう受け取ってもらっても構わないわ。あなたがアイドルと名乗るなら私を倒してもらわないと困る。わかりました、手加減は一切なしです。来なさい。えい、ほらほら遅いわ。うん、ならこうです。なかなかやるじゃない。甘く見てると痛い目見ますよ。よし、このまま一気に。で、ちょっと。はい、それ隠した方がいいわよ。私のせいじゃないわよ、自分で落としたんでしょ。外れそうなら何で教えてくれなかったんですか。番組を作るってそういうことよ。オチもついたし上々じゃないかしら。納得できません。もうノワールちゃんも恥かいちゃいましょう。どういう理屈よ、こっち来ないで。
ていうか、こうな